皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は久しぶりに鬼滅の刃グッズ紹介です。はい、今日は何を紹介するかというと、昨日久々にねアニメイトに行ったら、かなり前にこちらの動画ライブで紹介した鬼滅の刃パシャコレっていうね、チェキみたいなカードのやつの第3弾があったんですよ。でワンボックス買ってきました。まあね、全53種類でワンボックス10パック1パック3枚入りなのでコンプはできないんですけど、果たして私の推しの煉獄さんは出るのか。早速10パック全部で30枚開封していきましょう。 Yeah, I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you. はい、じゃあまずね、こちらの鬼滅の刃のパシャコレ3の方はやっぱり前もそうだったんですけど、ボックスで買うと購入特典でなんかね、あ、こんな感じ、2枚のカードどちらかが入ってます、特別なカードが。で、私はこっち狙いで入っててほしいですね。で、箱こんな感じです。で、そのうちの13種類がレアカードでこんな感じですね。やっぱり柱と、あといつもの炭治郎、善逸、伊之助、禰豆子の4人がレアカードになってるんですよね。で、私ね、レアカードの煉獄さんが欲しいんですけど、今ねボックス見てたの、こう読んでたらレアはワンボックスに2枚の確率割合で入ってますって書いてあるから、だからさ、煉獄さん出る確率ものすごく低いんですけど、まあ私の運は多分今日いいと思うので早速開封していきましょう。じゃあまずはどっちかのカード、こっち狙いでお願いします。ワンボックスに入ってるやつ、あ、そうだ、これね1パック275円、ワンボックスで2750円です。で、こちらさんの方なんですけど、私は、第1弾の方を開封しててこんな感じですね。こちらボックス購入特典のやつで、他はこんな感じです。まあね、チェキみたいな、ブロマイドみたいな感じのカードになってます。ね、いいよねこれね。これもね、多分被らなかったよねこれね、被らず出てくれました。えい、こんな感じです。まあ、詳しく見たい方はそちらのライブの動画ぜひ見てみてください。よし、じゃあ早速開封していきますか。オープン。はい、あ、出た出た出た。はい、欲しかったボックス購入特典来ました。炭治郎と禰豆子と俊太郎ですね。え、超可愛いんだけど。え、めっちゃ可愛い、やば。で、前と変わったことはないですね、こんな感じで。で、袋はボックスと同じ柄で。よし、じゃあ開けますか皆さん。はい、1バック目いきます。せーの、じゃん。あ、イグロさんだ、イグロさん。え、超かっこいい。で、2枚目、あ、禰豆子ちゃん超かわいいんだけど。はい、禰豆子ちゃんで3枚目。あ、かっこいい、かっこいい、これ富岡さん。これ1音の時じゃない、雪降ってるから。で、後ろにねちゃんと番号が書いてあります、こんな感じでね。え、めっちゃかっこいい、全部いいですねこれね。ものすごく、何、画質っていうの、もうすごい綺麗でクオリティ高いんですよ。いいねこれね。お願いだからノーマルでもいいから煉獄さん来てほしいです。2パック目、じゃん。あー、みつりちゃんだ、かわいい。はい、みつりちゃん。あ、え、ね、このカード超かわいくない、かっこいい、かっこかわいい。炭治郎とサビトで、こんなシーンアニメいなかったじゃん。え、超かわいいんだけど。3枚目、あ、これね、いいね、この善逸のおじいちゃんにね、こうなんか言われてるシーンですね。いやー、いい、これかわいい、善逸くん。はい、この3枚でした。せーの、はい。あ、演武だ、演武、待って、演武ラインナップにいたんだ。で、次、あ、1話の炭治郎です、いいね。で、3枚目、あ、しのぶさんね、超かわいいんだけど、この笑顔いいね、もう超かわいい。はい、せーの、はい。あ、無一郎くん、無一郎くんね、柱いい感じで出てきてますね、無一郎くん。あ、玄野です、玄野、あれですね、最終選別の時で。続いて、じゃん。あ、村田さん、村田さんもいたんですね、ラインナップにね。あ、かぶってないし、いい引きです、今のところ。柱が順調に来てるから煉獄さん来るかもですね。いきます、せーの、はい。あ、来た来た来た、待って、ノーマルだけど煉獄さん、中央会議の時の、え、ね、超かっこいいんだけど、よかった出てくれて。はい、2枚目、はい、姫島さん。3枚目、あ、かわいいんだけど、これ包帯でぐるぐる巻きにされてる善逸くんです、いいね。柱いい感じ、姫島さんも出てくれたし、え、よかった、待って、煉獄さん最高です。はい、あ、はい、うずいさんです、うずいさんとみつりちゃんですね。はい、あ、ルイだ、ルイ、これ人間に戻ってきてる時のルイだ、うわー、いいね、ルイ好きです私。で、次、せーの、はい。あ、あ、待って、レアカード来た、善逸くんです。はい、レアカードめっちゃキラキラしてますね、キラキラというかすごいゴージャスな感じ、なんていうの、白押しになってます、レアカード、善逸くんです。え、よかった出てくれて。あと1枚か、レアカード、煉獄さん出るかな、怖いですね。
13種類だよ、レアカードいきます、せーの、はい、あ、鬼舞辻無惨、あの女の時ですね、パワハラ会議の時です。で2枚目、はい、品津川さんです。3枚目、あ、はあ、待って、かなえさんとしのぶさんです。え、ね、この2人最高なんだけど、え、かなおちゃんいるかな、このラインナップ、え、超かわいい。レアまだあと1枚来てないです。あ、うずいさん、中央会議のうずいさんです。2枚目、あ、みつりちゃんかわいい、めっちゃドアップかわいい。3枚目、あ、いいね、この笑顔、炭治郎です。これかなおちゃんといる時のやつじゃない、めっちゃいいじゃん。あと2パック、え、待って、レア何が出るかな、2枚じゃん。はい、あ、富岡さんだ、いいね、この表情、驚いてるような顔。2枚目、あ、これあの善逸を助けた時のしのぶさん、え、超かわいい、美しいですね。3枚目、あ、待って、やば、見て、え、レアカード煉獄さん来た、え、待って、うん、よくない、え、待って、ちょっと自分でもびっくりしてるんだけど、まさかのワンボックス2枚しか入ってないレアカードのうちの1枚が煉獄さんです。やったー、待って、ちょっと信じられない、マジで出ないと思ったから。はい、ラストです。ラスト、じゃあかなおちゃん狙っていきます、せーの、はい、あ、あ、待って、かなおちゃん来たんだけど、え、ね、運良くない今日、怖いんだけど、明日悪いこと起きないかな、こんな運使っちゃって。いきます、2枚目、あ、伊之助ですね。じゃあ3枚目はねずこちゃん狙いでいきます、せーの、はい、あ、煉獄さん、え、待って、ね、運良すぎるんだけど、煉獄さんと忍さんです。え、なん、どうしたんだろう今日、ものすごく運使いすぎちゃった。はい、こんな感じでした。はい、じゃあ今回ね、出たカードが、まずはあのボックス特典のこの、炭治郎ねずこのやつで、レアが、善逸くんと煉獄さんですね。ほんと運良すぎるんだけど、だってさ、13分の2の確率だよ、やば。で、このあのサビトと、炭治郎で、炭治郎、横向きの方がいいかな、富岡さん、源也、禰豆子、猿之助、村田さん、善逸、るい、忍さん、富岡さん、善逸、みつりちゃん、イグロさんで、またみつりちゃん、品津川さんで、うずいさん、みつりちゃん、姫島さんで、無一郎くん、うずいさん、煉獄さんで、また次も煉獄さんじゃん、煉獄さんと忍さんで、忍さんで、かなおちゃんで、忍さんとかなえさんで、縁無、鬼舞辻無惨に炭治郎でした。え、マジで、あの今回30枚、まあ、あのボックス特典入れたら31枚なんですけど、本当に運良すぎてビビってる。煉獄さん3枚も出たよ、煉獄さん映ってんの、びっくりですね。で、かなおちゃん欲しいなとか言ったらさ、かなおちゃん出たし、もう今回めちゃくちゃ引き良かったです。本当にめちゃくちゃクオリティ高くて、めちゃくちゃいいパシャコレカードなので、ぜひ皆さん見かけたら買ってみてください。で、あともう一つなんですけど、もうそろそろ節分が近づいてるということで、前に鬼滅のホームページを見たら、節分用の鬼滅の刃の鬼のお面とか炭治郎のお面とか、いろんなお面が作れるあのサイトがあったのでね、こんな感じでお面がプリントできるサイトがあったので、気になる方はぜひぜひ作ってみてください。何かリクエストとかもあったら、ぜひぜひコメント欄に書いてください。ということで、また鬼滅グッズの動画見たいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。